さあ全馬がゲートの中スタートしました。17番ストラウスは後方になっています。まずは先行争いは6番セットアップ出ていって1馬身リード、そして5番タガノエルピーダ2番手か、外からは9番クリーンエア3番手から2番手に上がって、さらには8番ダノンマッキンリー先段4頭、その後ろ20番バンドシェルが行って、さらには3番ジャンタルマンタル、7番オーサムストローク、そして2番ミルテンベルクが続いて、外は17番ストラウス。さあ一気に上がっていって先段へ、その後ろに4番サトミのキラリです。さあこれから3コーナーカーブに向かっていきます。その後ろには12番タガノデュード、あとは2馬身離れて1番エコロバルス、 600m は34秒1の通過、そして10番バンドシェルが上がっていって、さらには16番アスクワンタイムです。3コーナーから4コーナー、さあ先手を奪い切った17番のシトラウス、リードは1馬身半、2番手は6番セットアップ、2番手になっています。3コーナーから4コーナー、3番手は5番タガノエルピーダ、その後ろに内は15番エンアラブフェイス。さあ4コーナーカーブに向かっていきます。先頭17番のシトラウス、リードは体半分で2番手6番セットアップ。さあ第4コーナーを回って直線に向いた先頭17番のシトラウス、並んで内から3番ジャンタルマンタル、さあ最内粘っている4番サトミノキラリ、さらには外を通っては5番のタガノエルピーダ、そして6番セットアップ盛り返す、外は14番ジューンテイクです。先頭3番ジャンタルマンタル、2馬身のリード、内から4番サトミノキラリ、外から5番タガノエルピーダ、14番ジューンテイク、大外1番のエコロバルスが迫ってきた、2番手は激戦だ、先頭は3番のジャンタルマンタル、ジャンタルマンタルゴール、2着は1番エコロバルス、3着は激戦2頭並んだ、14番ジューンテイク、さらには5番のタガノエルピーダ、そして12番のタガノデュード、しかし勝ったのは3番ジャンタルマンタル、3連勝。